皆さん、こんにちは。レック専任講師の根本です。ここでは私が担当する1日30分高速過去問コンプリート講座、この概略を説明していこうと思います。え講座のコンセプト、もうとにかく小さい時間、それを使って過去問を固めよう。寝室のところだけは固めていこうと。それがこの講座のコンセプト,コンセプトです。具体的には次のえスライドになりますが、 過去問っっててて、まあ、大きく分分けてこの4つのつ野があると思ってます本当によく繰り返される論点そして上応用論点で出題可能性が高いところ右下応用的な論点だけどまあこれは出ないだろうな出る可能性は少ないだろうなというものあと一番上まあこれミスだよとやんなくていいよと,といったものがあると思ってますまずこの講座を利用して 1>, 1月から3月でこの品質論点は固めちゃいましょうしかも隙間時間だけで固めちゃいましょうそして4月以降「倒練模試」を受けながら過去問で潰しきれてないところを潰していくそれで本試験に挑むこれが皆さんにお勧めするやり方です 具体的にはこの講座どんなものかと言いますとまずよく出る問題だけを詰まったものをやってきますこれによって過去問を使って基礎を固めていきましょうまたこちらではどの問題をやってくれという感じではなく冊子を配りしますよく出る論点が詰まった問題が集まっている冊子を配りします なおかつ左が問題右が解説になっていてパッと見て正誤はすぐ判断できるこのようになっていますそして一ユニット三十分でできるようになっていますなのでできるだけ家でやるというよりも通勤の途中そこでやってほしいんですそこで十分こなせるようになってます それによって自分の学習それとか自分のいろんなえ用事等の圧迫を受けずに負担にならずに全科目科は回せると思いますやり方としては2つあると思いますまずは通勤途中実際にこの問題やってくださいって言われてその問題を解くでその後に動画を再生するあなるほどこうだったのねとっていうふうに確認していくあともう一つ 実際これおすすめししたた結構な方がやってみましたそれがもう一個のやり方で先に動画を全部見ちゃうんですよ問題を見て動画を全部見ちゃうで動画を見ると論点の説明いっぱいしてますで動画を全部行き帰りで見てしまってうちに帰ったら問題を解くとそれによってインプットしたものをうちに帰ってすぐアウトプットできるとそういう使い方もいいと思います。 ぜひ過去も潰しきれてない方活用してみてくださいでは昨年のものですか見てもらいましょうかどうぞはいでは1日30分高速過去問コンプリート講座民法2回目ユニットの2始めてまいります本日は69ページ16年10問知恵家の問題からですどうぞ レジジ。メの方は70ページまず基本形になるものが括弧の解説です。要護者が共有の場合は共有者のうち1人が事故の持ち分に対応する持ち分をあ知恵権を証明させることはできない。知恵権というのは権権権利利利全全部部から権利全部に対する権利です。るで例えば要恵権自体は A3 分の 1B3 分の2だった時に A の持ち分にだけ要恵権ってできませんよね。 地栄権はさらに厳しくて養液地側も権利全部からじゃないと地栄権って持てないんです指す方が全部だけじゃなくて持ってる方も全部じゃなくちゃいけないんです地栄権は全部から全部に向かう権利だからそれを持ち分だけにする行為は無効になりますその上で 時効との考え方を説明します上の方の図表に戻ってください時効との考え方視点要液地に有利なことは絶対こう図を見ていきますと左が省液地右が要液地これから時効取得しようと道路を作って通っていると 284条1項を読んでください例えば C だけが10年ないし20年通っているでその結果 C だけが地域権を自公取得するダメです持ち分だけが地域権を持っているって状態を許しませんこの場合 C が自己取得することによって D も自己取得します 結局権利全部から権利全部に向かうんです2個これは C で両方が通っているとで C に対してだけ時効中断措置を取ったとしますでここで C のカウントだけゼロになるすると C がカウントゼロ d は進行している でだけ自公取得できてしまう。やはりそれはまずい。ということで、一人だけに中断措置をとっても意味がないよとしました。ここで今回のタイトルのような、こちら載ってます。考え方もう一回見て。養液地側に有利なことは絶対こうだと。だから養液地側の方に。自公取得するっていう有利なことがあれば、税に効力が生じる。 一方不利なことを人にやっても全く効力は出ませんでは次の絵と条文を見てください今度は知恵権があるはあるんだけど使ってなくてねそろそろ消えそうだと292条を見てください でここで C だけが中断措置を取った場合溶液地側に有利なことをしていますのでこれは全員が中断になります。C だけカウントが0になり他がねカウントが進むじゃありません。有利なことは絶対行みんなに効力がいくんだと。 では次、随反性という絵を見てくださいで、随反性、地役権というのはえこちら A さんの権利というよりも土地の権利です具体的に言うと養益地の所有権と結びついている権利ですで、そのためどうなるかと言いますと二つまず右側を見てやって できないところ地域圏だけ売り買いするってことは一切できません特約すら認めません